い、こんにちは。医学部受験塾メディケイトの細井です。さて、今日は T 君、はい、まだ入学前なんでね、名前と顔を伏せさせてもらいますけども、2019年度の学部入試、まあ、私立が終わりまして、今年ねの生徒さんが進学をね決めましたので、合格者体験という形で動画を撮らせていただこうと思います。今回はね、はい、T 君お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、本当素晴らしい。今年ね、2浪での合格ってことになったんですけども、1浪の時のね、ちょっと塾がいろいろね大変だったりとかして、1浪がねちょうど終わった時にうちの塾に来ていただいて、まあいろいろ話してですね、今年のプランニングを決めて、なんとかね成績を伸ばして合格することができたんですけども、どうですか、終わったこの開放感というか。とりあえず合格できたのでほっとしてます。辛かったですか、やっぱ2年間ちょっとね。ちょっと長かったですね。1浪の時は僕ら見てないんですけども、一応他の学部も受けてるじゃないですか、医療系の学部の合格はもらってるんですけども、そこを蹴って移動してね、やっぱり医学部ってなったと思うんですけども、他の学部は受かってとりあえず安心はしたんですけど、でもやっぱり医学部行きたいなってすごい思ったので、ちょっと親ともすごい相談したんですけど、僕らもね年代にちょっと加わったりとかして、でやっぱり親御さんの気持ちからすると、何浪をしたら受かるのかっていうゴールが見えない戦いになるので、親御さんとしては不安なんですね。一浪の時にね、その他の学部を受かってたっていうのは一つまあ良かったことかなと。やっぱり親御さんからするとこのレベルまではまあ実際来てるけれども、あともうちょっと頑張ればいいんだっていう意味でね、もう1年もしかしたら可能性がある場合は、例えば薬学部とか医学部よりはちょっと下だけども、そのレベルまでは来てるってことを合格でアピールするっていうのは一つの手なのかもしれないよね。偶然うちを見つけていただいて、まあ、うちの面談に来て、で、まあ、お母さんとも話して、今年は寸大とうちの併用だからね。はい、そうです、ね、うちはそのうち短科の人もいらっしゃいますし、河合さんとか寸大さんの、まあ、併用の方もいらっしゃるので、まあ、そこは僕らむしろ推奨しているというかですね。寸大市ヶ谷に行ってみてどうでした？やっぱり環境としては良かったですか？そのいろんな人がいて。そうですね、周りもみんな本当に医学部目指している人たちだったので、まあ、環境は寸大だけで受かると思います。いや、僕は正直厳しかったかなと。あ、自分はってこと？僕は結構自分が甘いタイプだったので、計画とか全然立てれないタイプなので。僕はね、まあ、彼に最初に言ったのは、しっかりと全てを予期してやってくださいっていう風に言ったんですね。闇雲に進んでったって医学部受験なんて勝てるわけないんですよ。相手は彼よりも優秀な高校出身だったりとか、まあ、はたまたね、もう中学生のうちからガリガリ勉強してるような人たちとタイマー張っていかなきゃいけないわけですけど、そんな中自分がねどっちに進んだらいいかわからないような状態で手探りで進んでいったって、それは勝てるわけないんですよね。僕らが、ね、灯火となってこっちに進めばいいんだよっていうのを明瞭に指し示してあげる必要があるっていうのは僕ら言ったんですね。じゃあそれをね彼に、まあ、全部やってもらうっていうのは、それが僕らの目標なんですけども、医学部受験についてね勉強してたら時間がもったいないよ。だから計画だったりとか勉強法だったりっていうのは僕らは一から全部教えちゃいます。僕は自分で時間かけていろいろ調べてやりましたけども、そんなものは僕らのノウハウとして持ってるので、もう全て提供してあげる。あとはそれがちゃんとできているかの管理を僕らはしながら、あとは授業をねしていくっていう感じでしたね。はい、実際うちのまあ先生で、ね、医学部生の先生ついてくれると思うんですけども、はい、どうでした、関係性としては。もう本当に距離も近くて、すごくいろいろ質問もしやすかったのですごく良かったです。ね、夜中でもだってね、うちのグループラインに質問してた、はい、そうです。うちで、ね、24時間365日ね質問が可能なので、本当に夜勉強してて12時とかね1時とかでも、まあ、僕らが起きてればですけども、すぐに返すようにしてるんですね。そういう意味では質問がよく飛んできてたので、もう彼の中でのマインドがかなり活性化されてるなっていう印象がやっぱありました。でやっぱり僕らはそこを見ていて、要は自分で受かりたいっていう気持ちがやっぱたぎってくると行動に現れるんですね。彼は本当にね勉強中もすごい焦ってる印象があったんですね。今はこんなね、まあ、ちょっと随分ね、和やかな感じになりましたけども、やっぱり焦ってた受験中は。でやっぱりそういう焦りが見えてる人っていうのは、もう自分の推しに火がついてるっていう風に行動できてるので、人よりも圧縮した時間を過ごせるようになるんですね。表情だったりとか、まあ、動きのスピード、あとはねレスポンスの速さ、そういうものを僕らはねよく見てると思った方がいいと思います。まあ、通年通して結構厳しかったですか？まあ結構厳しかったですけど、うん、でもまあ計画通りにちゃんと頑張ってやった、まあ、それが結果が出てきたなっていうのが模試とかの結果からもあったので、
治療の時のね成績伸びなかったのは塾のせいだけではないと思うんですね。そこで蓄積がある程度やっぱりあったから、まあ、二浪になってねうちに移ってやっぱり伸びてきたとは思うんですけれども、やっぱりね1年間やって全くそこまで伸びないっていうのはちょっと問題かなとは思うんですよね。うちに移ってきてやっぱり最初はですね自分で、まあ、考えて勉強する癖っていうのがやっぱりついてなくて、ずっと受け身で授業で受けてたから、要は毎日ただ受け身に授業を受けるだけの生活が染みついちゃってたんですね。まずそれを直せって俺最初に言ったよね。そうですね、うん、自分で考えるね、まあ何度も言ってますけど自重自効ですね。調べるところに関しては僕らが要は情報提供できるので、そこの中からやっぱり自分で考えなきゃいけないですね。二浪の間はどれぐらい勉強してました？1日、まあ12時間ぐらい、うん、二浪の始めから、はい、まあ、二浪の最後の、まあ、10月11月をもして偏差値何から何ぐらいでしたっけ？全体で言うと最初は62、3ぐらいだったんですけど、うん、最終的には68とか7とかまで上がったので、一浪の最後だと、まあ、60前後だったもんね。60はあってもやっぱりね私立医学部なかなか受かんないよね。そうですね、私立医学部って言って人気りって言われるんですけれども、これでもやっぱりね下の方難しいよね。そうですね、私立ね下の方だったら簡単じゃねえかってね言う人も結構いるんですけども、なかなかそうもいかないんだよね、はい、今年は何校受けたっけ？私立はね5校ぐらい受けたっけ？5校ぐらいですね、うん、全部合格？そうですね。今年と去年で試験受けてて、やっぱ何が違った？やっぱ去年はこう手が動かなかったなとか、今年はこうだったなっていうのは。去年は本当になんか本番めちゃくちゃ緊張しちゃって、うん、全然手が動かなかったんですけど、今年は一科目一科目受けるたんびに、あ、意外とできるようになってきたのかなっていうのが本番中もあったので、うん、まあ、気持ちとして余裕ができたところがあります。僕らがそのモチベーションの面でね大きく関わってたと思うんだけど、まあ、結構カツ入れてたじゃないですか。そうですね。どうでした？それは辛かったですか？結構辛かったです。あ、なるほど。私はやっぱりその意識っていうのを一番大事にするので、どんなに勉強しても受かりたいっていう気持ちがやっぱりこう下がってしまってると合否に大きく関わってくるんですね。なので厳しいって思う人もいるかもしれないですけども、受験ってねこの人生の大きな転機なわけで、まあ、今終わったらなんかあれじゃない、あの辛かった日々もいい思い出というか、めちゃくちゃ怒られてたのとか今思えば、あ、もうめちゃくちゃありがたいなと思うので、去年ついてしまった習慣っていうのを取り去らうためにある程度厳しいことを言わなきゃいけないこともあったんですね。まずは質問した時のレスポンスが遅かったりとか、あとはやっぱり考えて手を動かさないっていう癖がねちょっと強くて、問題をね見た時にね手が動かないんですね。手を止めてしまったら点数には一点にもならないので、瞬発的に、まあ、できるぐらいやっぱトレーニングをしなきゃいけないし、手を動かそうっていう癖をつけていかなきゃいけないんですね。このところを今年はね本当によくトレーニングしたよね、はい、うん、心強かったかな俺らの存在って。もうめちゃくちゃ心強かったです。本当ですか？そう言ってもらうのがね僕らとしては本当に目標ですので、今回ねこうやって晴れて合格してね医学部1年生としての道を歩んでくれるっていうのは本当に嬉しいなと思います。まあ、ちょっとねなんかステマっぽくなっちゃって申し訳ないんですけども、篠塾に入って今回ね合格っていう成果が出たので、うちに入って良かったなって思うことちょっと言ってもらってもいいですか？めちゃくちゃ細かく計画を立ててもらったので、もう1日単位でもう何をやるっていうのが決まってたので勉強はしやすかったのと、ただまあかなりプレッシャーにはなったんですけど、うん、っていうところがすごく良かった。あとは医学部生だとか、まあ、医者とかなり近い距離で接することができたので、入ってから自分が医学部生として勉強している姿だとか、まあ、医者と接することで、まあ、将来的に医者になった時のイメージとかっていうのが想像できたので、それがかなりモチベーションにはなりました。まあ、僕らもねやっぱなるべく話すようにっていう風にしてるんですね。結局合格っていうものだけだとどうしてもイメージしづらいというかね。そうです。まあ、その後どういう生活をするから楽しそうだな、入りたいな、こんなお医者さんっているんだっていうところのやっぱり具体的なイメージ化っていうのを大事にしてて、それは結構できてた？前の塾の時はもうそういうのが全くなかったので、もうモチベーションがなかなか自分でも維持できてなかったんですけど、塾に対する途中からちょっと疑いみたいのもやっぱりあったと。そうですね、それもあったので、まああとは LINE グループで、うん、まあ、そこで本当に質問夜遅くにしてもすぐ返してもらえたりだとかっていうのがあったので、すごく安心感はありました。
それは僕らの務めだと思ってまして、質問来たらなるべく早く返すようにしてますね。それをね、まあ、どれだけ使うかっていうのは本当に彼次第ですし生徒次第なんですけども、彼のようにねもう本当にわからないところはすぐ質問するけれども、僕らは必ず言うのはね、答えを教えてくださいっていう質問は僕らねちょっとありえないっていうふうに言ってるんですね。この回答まで読んだけれども、このところで詰まってしまって理解できませんでしたっていうね、わからないなりにもそのプロセスっていうのを非常に大事にして質問するようにとは言ってるんですけども、その中で彼はね本当によく質問してくれたよね。そうですね、かなりたくさん質問しました、うん、そういったところっていうのがね他の塾にはできないというか、前の塾でやってたそんなこと、いやもう全然してなかったまあやっぱりうちだからできることなのかなとは思ってますけど、今後後輩たちね、例えば二浪が決まりかけてる人って多分いると思うんですよ。辛い気持ちになってる人もいると思うんだけど、多分同じ気持ちを1年前味わってると思うから、はい、ちょっとアドバイスというかね、別にうちに入れとか言わなくていいんだよそうですね、まあアドバイスとしては、まあ、本当に二浪すると本当にメンタルのモチベーションの維持がかなり厳しくて、途中でもう心折れそうになるので、まあ、なかなか自分で維持するのも大変だとは思うんですけど、まあ、そこの部分を本当に頑張ってほしいなと思います、うん、一人だったら結構辛かった？あの絶対無理でした一浪頑張ったけどもダメで、二浪しぶしぶ始めると息切れしちゃうよね。そうですね、もう一浪でダメで、もうこれもう1年すごい思ったので確かに終わると思ってたものが終わらなかった時って、まあ、本当に地獄みたいな気持ちになるよね。そうですね、そこでなかなかの高いモチベーションを維持するっていうのは本当に大変で、なんかそういう意味で僕らが一緒にね横を走ってあげたっていうのは意味があるのかなと。実はね、まあ、彼はあんまりちょっと親御さんと仲良くないというかね、そういうコミュニケーションを取らないタイプだったので、僕らがね親御さんとよくコミュニケーションを取ってたんですね。特にお母さんなんですけども、やっぱりお母さんはもう本当に彼のことを心配していて、まあけど彼はあまりねそこまで会話しないもんね。僕らが情報だったりとか状況を伝えていたような形になるんですけども、そういった意味でねすごいそのお母さんもまあ感謝してくださったのかなとは思います。他の塾行ってると全く親御さんに情報が伝わらないんですね。親御さんからしたらお金払ってるけど何してとか分かんないっていう状況になってしまって、そこが本当に塾への不信感にもつながる場合はあるんですけども、それがまあ説明責任とかで義務だと思ってますから、おかげであんまり親はちょっと喧嘩しなかったでしょ。そうですね、あんまり喧嘩しなかったですもう僕らは裏で動いて10代後半とか反抗期抜けないっていうかね、なんか全部話しづらいんだよねきっとね。そうですね、もう全然口聞きたくなかったですけどまあね、親あっての受験なので必ずね親御さんに感謝の気持ちはね述べるようにしてほしいかなと思います。まあそんな感じでしょうかね。本当に今日ありがとうございました。ありがとうございます、うん、入学式までね楽しんでください。はい、はい、はい、じゃあありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メディケイトではオンライン指導通信指導で全国の生徒さんに対応しています。 Twitter、Instagram もやってますのでぜひフォローお願いします。このチャンネルを見て面白かったな、勉強になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。